はい、今日はですね、先日の、マイクロビーストのですね、設定がちょっとまだ完璧じゃなかったので、まあ、それの感度テストとかですね、いろいろしてみたいと思います。今日はどうでしょうかね、ちゃんと飛びますでしょうか。で、先ほどですね、まあ、とりあえずスイッチ入れましょうか。はい、こちらのマイクロビーストのこの3つのレバーですね、これがスワッシュレスポンス、それとスワッシュ感度、ラダー感度、これをね、いじくりましたらですね、多少良くなったんですけど、まだちょっと鈍感ですね。まあ、ラダーの方はだいぶ良くなってたんですけど、あとプクツキがまだ取れないですね。まあ多少のプクツキはまあ、なんとか制御できるんですけどね、まあ、これでちょっとやってみたいと思います。カバーがついてないので LED つけないとやっぱし怖いですね。姿勢が分かんないですね。下にもついてます。はい、じゃあやってみます。ラダーのですね、ベルトの張りもちょっとね、いまいちまだ弱いような気がするんですね。いいのかどうかっていうのはちょっと、ベルトもまだ初めてなんで、あまりよくわかんないですね、この張り具合はね。これは高速ですね。じゃあ逆回し。OK ですね。ちょっと感度をね、上げたんですけど、できるかな。あ、大丈夫そうだな。スワッシュ感度上げたんですけど、ちょっと遠いな。レスポンスがちょっと弱いね。とりあえずアイドラップ入れて、やっぱりとろいですね、まだね。ラダーオークですけど、スワッシュレスポンス、スワッシュじゃないよ、なんだスロットルレスポンスね、ちょっとまだ悪いんで、ちょっと直しましょう。ちょっとここで下ろします。おお、今ねアイドラップ解除したら上上がっちゃいましたけどね。今のはですね、スロットルレスポンスがちょっと悪かったので、ちょっと変えました。あまり低いところですとね、レスポンスが悪いとこけるっていうのがね、テールをね、すれすれにしちゃったらやばいな。はい、じゃあこれでもう一回行きましょう。あと1分半ぐらいしか飛ばないんですよ。上がりが弱いわ。ピッチがね、まだ全然ついてないですね。ダメだ。これでフルですよ。全然ダメですね。マイクロビーストの初心者はいかんわ。これで動きはいいそうだ。なんでここからのあれが悪いんですか。
それも問題ないんですけどね。あとのあれが悪いのはなぜでしょうか。難しいな。これはね、ちょっといただけないですね。もうバッテリーがないんで、ちょっと降ろしましょうか。あ、まだやっぱりきつきますね。こんなんでくるくるっと回ったら私の打ち上げですね。やっぱりちょっときついかな。なんであんなに上がらないんだろう。おかしいな。ちょっとよくわかんない。大丈夫か。やはりですね、スラッシュレスポンスが悪くてですね、早めにしてもアイドラップで上がっていかないんで、やっぱり怖いですね。でピッチの方は問題ないです、ね。あとこれももう一回ちょっとやってみたいと思います。釣らないと思うんですけどね。テール振っちゃうとね、ちょっときついんですけどね。ラダーのちょっとピクつきはもうちょっとしょうがないですね。私の腕ではなんだ。今度感度をね、スラッシュレスポンスの感度を上げたんで。まあ、ノーマルはね問題ないと思うんですけどね。上がりいいですよね。すごい。スマッシュレスポンスも問題ないですね。あ、ただまだレートがとろいな。ほら、これじゃね、ちょっとやばいです。私のこの設定でいいのかどうかというのもまだわかんないですね。それぞれの好みあります。今アイドルアップ入った状態なんですけど、ちょっとまだピクつくのかな。振動ですかね、これ。回転が上がった。あと1分かな。これであれですよ、ラダーのベルトが切れたらおしまいですね。たまに切れるし、これアイドラップ入りっぱなしなんですけどね。あ、大丈夫かな。はい、アイドラップ入るよ。これ人がいるときにね、やるとね、ベルト切れたらその場で墜落ですからね。
これが弱い。まだピッチハイにつけられますね。ちょっとまだ動く。ただこういう状態でだと簡単に上がるんですけど、どうなんですか。いいのかな。いやー、はい、こうやってマイクロ初心者はマイクロビースト初心者わかんないわ。しょうがないな。腰も落としだしねえ、無理ですよ、難しい。でちょっとバッテリーもそろそろなくなるんで、ヘリパッドなんか若干ピクピクな、なんなんですかね。